そうですね、やっぱりすごい暖かいですし、まあ、着いたのは夕方だったのでそこまでこう強烈な暑さっていうわけじゃなかったですけど、やっぱり日本と違ってすごい暑さは感じました。そうですね、まあ、でも全てのチームが同じ条件だと思ってるので、まあ、自分らは冬の時期にこっちに来てっていうのはありますけど、まあ、調節するだけの時間はあると思ってるので、しっかりここを合わせていればいいのかなと思います。そうですね、やっぱり初戦が大事になってくると思いますし、それ以外にもやっぱりチームとして全ての力が必要だと思っているので、誰か一人とかじゃなくてチームとしてしっかりと大会を戦うことが大事になってくるのかなと思います。そうです、もちろんみんなその気持ちはあると思ってますし、まあ、目の前の試合をしっかりと自分のプレーを表現できればいいと思いますし、こう変に気持ちを込めすぎずにしっかりと自分のプレーをやれればいいかなと思います。そうです、まあ、チームの立ち上げの時からやっぱりここを目標にしてはやってきたので、まあ、自分の今一番近い中での最大の目標なので、そこをしっかりと勝ち取れればいいと思いますし、まあ、そのためにしっかりと一日一日を無駄にしないようにやっていけるといいかなと思います。そうですね、まあ、ゴールにたくさん関われればいいと思ってますし、やっぱりチームとして優勝したいですし、まあ、個人としてはだからゴールにしっかりと絡めるようにしていきたいなと思います。まあ、何度か今までも対戦したことはあるんですけど、こうアジアっていうあんまり感じはしなくて、こうスピードだったりフィジカルも強いイメージがあるので、まあ、しっかりと自分らもぶつかっていければいいと思いますし、まあ、さっきも言いましたけど初戦はすごい大事だと思っているので、まあ、しっかりと強い相手だと思うので、自分たちもしっかりと準備して戦えればいいかなと思います。